荒屋敷。舞い散る花びらに血文字で書いた自制の句を残し、サラ僧侶の下で釈迦は消滅した。それを見届けた佐賀たちが処女宮に戻ると、そこには駆けつけたムー、シリュウ、そしてアイオリアの姿があった。釈迦の死を悟ったアイオリアはまさに行かれる獅子と化していた。眠れる獅子が怒りに目覚めたか。アイオリア、彼らが釈迦の天部降臨にかけられた、もはや廃人も同然。そんな者たちをあえて撃たなくてもよいのではないか。釈迦がなぜ死んだのか、そこにはもっと深い意味が隠されているような気がするのか。ムーよ、思慮深いことは結構だ。しかし目の前で同胞が殺されているのを見て何の行動も起こせない奴はもはや男として認めん。さあ上がってこい。今度はこのアイオリアが相手だ。ハーデスの倉庫に成り下がったか。蘇りし我がエクスカリバー、受けてみよ。はいどうぞ。さあ上がってこい。これをお前たちの息の根を止めるまでだ。やるしかないよ。俺が相手だ。釈迦の仇、強い前者、釈迦に詫びよ。まさに行かれる獅子と一緒に。このままでは終わるわけにはゆかぬ。さすがアイオリア、恐るべきパワーだ。お前の力はそんなものか。それさほども効かんわ。貴重者にはもはや戦う気も失せたのか。まだここで終わるわけにはいかん。受けよ獅子の言葉を。はあ、ライトニングボルト。それが貴様の限界か。いいな、スペクターなど、この俺が粉砕してくれる。我が剣は獅子の牙、その身をもって知っただろう。今こそレオの力を見せてやる。言うことは何もない。はいと。フリージング。次はこのカミユが相手だ。彼が相手であろうと同じことだ。ここで葬り去るのみだ。ライトニングクラッシュ。シャカ一人に。それだ。ライトニングクラッシュ。誰にも思い奴らめ。我ら。それだ。今はただ。アテナの元へ突き進むのみ。お前ライトニングボルト。もはやゴールドセイントではない。になりました。やつの子供が今お前に語れることは何も。ライトニングブラスト。これが貴様の限界か。いいな、あの世で釈迦に詫びよ。我が剣は獅子の牙、その身をもって知っただろう。アイオリアよ、我々に残された時間はあと4時間余り。それまでにたとえ這ってでもアテナのもとへ行かねばならない。それを阻む者はたとえ誰であろうと釈迦のように殺して通るまで。面白い、ならばこちらも言おう。もはやお前たちはここから一歩も進むことはできぬ。おのれさが落ちるところまで落ちたか。邪魔をする者はどんな手段をもってしても釈迦のように殺す。はいと。終わりだ。見ろ、一緒に警察機を出てきたのか。シャカが死んだのに黙って見ていられるか。
私もできることなら釈迦の仇を討たせてやり、なんだと。だがまだここでお前にやられるわけにはいかんのだ。裏切り者、俺が片付けてやる。降伏か死か、最後を見せてやる。15分のうちに猶予を与える慈悲深い。スカーレットリードル、ウィナー、これが悪に染まった者の末路だ。見たか、これが真紅の衝撃よ。言ったはずだ、我らに残された時間はあと4時間余りしかない。邪魔する者はどんな手段をもってしても釈迦のように殺して通るとな。三味一体のあの構えは一度犯した禁断の技、今さら何のためらいも持たん。お前たちも全員釈迦と同じように消し去ってくれよ。サガよ、何か忘れてないか。こちらにもゴールドセイントが三人いるのだぞ。あれはアテナエクスクラメーション。バカな。そう、バカなこと。これビッグバンにも匹敵するアテナエクスクラメーションがぶつかり合い、サンクチュアリ全体が消滅してしまうことだろう。サガ、そんな愚かな技の掛け合いをあえて選ぶか。望むところよ。サンクチュアリ全体が消滅するならアテナの首を取る手間が省けるというもの。愚かな、もはや問答無用。アテナエクスクラメーション、アテナエクスクラメーション。ご覚悟か。こちらが落ち始めた。この均衡が崩れた後の衝撃にゴールドクロスのないお前は耐えられない。そんなことで逃げるならアテナからここへは来ない。これでもアテナのセイント、死はもとより覚悟の上。行くぞ、最大の奥義、登山昇竜派。サラの花びらに血文字が。これは釈迦が私に託した句。荒屋敷、釈迦、やっと分かりました。あなたの死の意味が。そして今こそ私の覚悟も決まりました。